木原村は、茨城県稲敷郡に、かつて存在した村。現在の三保村西部である。北は一面霞ヶ浦に接し、大地と平地が入り組む宿が多い。北は、東北に明け、南西は、三輪原野である。古くは、土器市の配下から、佐竹市に返し、幕藩体制では主に、仙台藩領。維新後は、宮谷県、新井張県から、茨城県の所管に。 変遷表木原、樹涼、大須勝、諸、宮所の、房、大谷、篠田、沖津。旧大寺総数、単位、人総数、単位、世帯土浦から江戸崎を経由する、銚子街道である。離道では、君原、奥野を経由し、龍ヶ崎に至ることができる。大正に入り木原発着所に帰線が通じ、土浦、沢原、銚子、牛堀及びオーブネズを結ぶ。 木原送信所は、旧霞ヶ浦海軍航空隊の送信所。正五角形の敷地の各頂点に立つ鉄塔から無線通信を行う。横須賀海軍建築部木原村海軍出張所が建設を指揮し、大須賀津に監視等があった。敗戦後は、昭和21年1月10日及び7月1日をもって、病院として一時使用が認可され、新張共同病院が開業した。 元凶は主に、美保村社会福祉協議会の自立支援センター、村民運動公園及び住宅である。ありがとうございます。